シャビエル・アルサリュス・アンティアは、スペイン・アスコイティア出身の政治家。1979年から2004年まで、バスク民族主義党の党首を務めた。ナワ・ハビエルなど、イは、アルサリュスなどとも。1932年、アルサリュスは、バスク地方のギプスコア県アスコイティアのカルリスタの、家庭に生まれた。ビスカヤ県ドゥランゴにある、 イエズス会の学校で学び、1960年代には、アラゴン地方サラゴサのサラゴサ大学で法学と哲学の学位を取得した。その後、ドイツのフランクフルトアムマインで進学を学び、ドイツのキリスト教民主主義に関する論文を発表した。バスク地方に戻ると、イエズス会の司祭となり、再びフランクフルトで、またマドリードで過ごした後、ビスカヤ県ビルバオにある、 イエズス会系のデウスト大学で働いた。フランコ独裁政権末期の1969年、存在が公には認められていなかったバスク、民族主義党に加わり、1971年にはビスカヤ県支部長となった。また、世俗に帰り、結婚した。1977年の総選挙と1979年の総選挙には、 ギプスコア県選挙区から出馬して当選した。首相のアドルフォ・スアレスと会談して、バスク自治検証制定への道を開き、その検証分策定に貢献した。また、アリアガの精神と呼ばれる、この検証の輪郭に沿って、バスク民族主義党のための戦略を描いた。1980年には、カルロス・ガライコエチアが党首を辞任し、アルサリスが党首に就任した。 一時的にロマンス・ドゥペア・ヘスス・イン・サウス・ティが党首を務めることはあったものの、アルサリュスは2004年まで長らく党首を務めた。この期間中、バスク民族主義党はバスク自治州議会で第一党の座を維持し、時にはバスク連帯など他の党と連立しながら政権を維持した。1980年代、バスク州連ダカりの座にあるガライコエチャーは、 党からの自立に苦しんでいた。アルサリュスは、個々の党員の意見を超えた、組織の権威の存在を主張した。1986年には、バスク民族主義党が内部分裂し、ガライ・コエチャーは、党内左派を集めて、バスク連隊という新政党を結成した。2019年2月28日、バスク州ビスカヤ県のビルバオにて86歳で死去。アルサリュスは、 バスク民族主義党の主要なスポークスマンであり、毎週日曜日にはバスク地方で発行されている日韓主デーアで意見を公開した。また、バスク民族主義党の日やバスク祖国の日などのバスク民族主義党の集会の最中には多くの公共スピーチを行った。バスク民族主義党の支持者に好かれる一方で、スペインの一般国民の間でも人気がある党首の一人だった。 イタリアのキリスト教民主主義の党首であるフランチェスコ、コッシシガや、ジュリオ・アンドレオッティとは、相互に、敬服の念を持っていた。ヨーロッパのキリスト教民主主義政党からの接触がありながら、スペインの保守政党である国民党からの圧力のために、1990年代に、バスク民族主義党は、キリスト教民主インターナショナルを離脱せざるを得なかった。政治活動以外には、 法学教授としても活動しており、1999年まではビルバオのデウスト大学でバスク語による憲法の教授を務めていた。ありがとうございます。